第30回今年の1月の介護福祉士国家試験の結果になってます。これは EPA、 エパですね。エパの人たちの結果になってます。ここにあります EPA 候補者、エパ候補者と。で、24回っていうのはこの間、この1月が30回ですから、1年、2年、3年、4年、5年、6年前ですね。6年前の時はこれインドネシアの方だけですね。インドネシアの方が、合格者が36人いたと。で、試験の合格率が 37.9% でしたと。で、次に25回になるとフィリピンの人も入ってる。フィリピンね、フィリピンの人も入ってきます。第25回フィリピンの人も入って、エパ全体で合格者が128人と。で、合格率が 39.8%。 いや、100人受けたら 39.8 人、約40人受かったってことですね。半分以下です。で、次26回目になると合格者が減って78人、合格率が 36.3% で、27回は合格者が78人、合格率が上がりましてね、 44.8% で、2年前の28回の時は合格者が82人いました。で、合格率も半分ですね、 50.9% で、1年前の29回目、ここは104人合格してます。エパの人が104人で、合格率もほぼ一緒ですね、約 50% です。 49.8% 受かってます。で、この1月の試験です。この間の試験、ここからですね、ベトナムの人も入ってたのね。ベトナムのエパの人も加わりました。だから試験を受けた人が多くなって、合格した人も213人いました。で、合格率が 50.7%。 だいたいこの3年間は合格率が約半分ですね、 50.9、49.8、50.7 と。で、この一番上の数字は何かというとですね、これは全受験者ですから、日本人も含めた全員、全体の中の合格率です。ここを見ると、今年の1月の試験はベトナムの人も入ってきましたが、日本人も含めた全体の合格率が 70.8%。 その中でエパの人が合格率50.7% いまして、213人合格してますよという数字になってます。よろしいですか。で、今度はですね、国別にもうちょっと詳しく見てみるんですけども、これ細かいの分かりますかね。これ、ここがインドネシア人です。インドネシア EPA、 エパ、インドネシアのエパの人がね、第24回からずっとこう試験受けてきました。で、この間が第30回で、合格した人の数がこの青い方ですね、35人、76人、40人、34人、42人、62人、54人と。で、この間の1月はですね、全部で125人受けてますね、インドネシアエパの方が125人試験を受けて、で、合格したのが54人ということはですね、合格率がこう下がっちゃったんですね。この緑色が合格率です。インドネシアの方が
合格率高かったんですよ。この辺はね、65.4%、64.6%、62.6%、 こんなに合格してたのに、今年の試験はいきなり合格率が 43.2% に減っちゃった、ね、で合格した人は54人と。いいですか、これと今度フィリピンの人を比較しますね。フィリピンはこちらにあります。動かしますよ。はい、これがフィリピンの方のエパの結果です。25回目から試験を受け始めました。で、この間の1月の試験は全部で125人受けました。これこうインドネシアの人と一緒ですね。受けた人数は125人。でも合格した人がインドネシアの方が54人いた。で、フィリピンの方は48人と、ちょっと少ないですね。6人少ない。で、合格率見ると、インドネシアの方、合格率こうやってこう落ちましたけども、43.2% あった。フィリピンの方はですね、合格率低いんですよ。38.4%。で、もともと、インドネシアの人は合格率が 60% ぐらいだったのに、これね、フィリピンの人は合格率がだいたい 50% ね。残念ながらフィリピンの人の方が合格率が低いんです。これいろんな問題があります。これをまた後でお話しますね。で、この30回から初めてベトナムのエパの方が受けました。こちらにあります。ここ見ますよ。びっくりしますよ。わかります？これ。ね。これベトナムですよ。ベトナム EPA エパ。はい、この間の1月に受けた人が全部で95人、ね、95人の人が受けた。で、合格した人が89人です。ほとんどの方が合格してました。合格率 93.7% ですか？この違い、この違い、ね。特に今年の試験は、フィリピンの人が合格率 38.4% で、ベトナムの方がその倍以上 93.7% 合格してます。だからですか、フィリピンの方、 EPA の方、頑張って合格しましょう。で、多分いろんなこう勉強の仕方の問題があると思います。で、これからもう一回試験を受けてね、頑張るのに、とにかくギリギリ合格するだけの試験をしっかり、勉強をしっかりやるということがポイントです。全部全部勉強して 100% 取らなくていいんです。合格するには 60% 以上のね、点数取ればいいんで、その勉強の方法をマリー&パートナーズでは教えています。皆さん、これも Facebook で案内しているビデオですね。これも必ずこう見といてください。ちらっとこう見てみますけど、ね、はい、これから介護福祉士オンラインレッスンの説明が始まります。見たこと
ことありますか？これからウェブテューターの説明をしたいと思います。よろしくお願いします。普通に頭悪く生まれたらちょっと頭悪いの生まれながらにしたら、でもね、ひらがな振ってますよ、ね、いい心筋梗塞ね、ですよ。はい、今度、はい、こっち肝臓ここにあるね、レバーね、このね、全部ひらがな、ひらがな振って説明します。わかりやすくポイントだけね、そういうところの中で、これをオンラインレッスンでは、はい、いつでも好きな時にビデオで見れるようにしてます。ノロじゃないよ、子宮体のろ過機能、もうここでみんな意味わかる。このようにね、外国人に分かりやすい説明をしてますよ。ろ過っていうのは父がじゃない、ろ過ろ過で、これがオンラインレッスンです、ね、介護福祉士、オンラインレッスンウェブテューターの説明です、このフェイスブックのグループページに来ます、ね、オンラインレッスンですね、初めての方はこの最初のピンドポストですね、これを読んでいただきます。このグループに、このように、ね、入るのに毎月2000円かかりますけど、レッスンビデオのメニューはここにあります。ショートカットリンクスのレッスンビデオナンバーワンと、レッスン授業のビデオをね、ずっと最初から、いつでも見れるようにしてます。メニューショートカットに行くとですね、ショートカットがあって、ほら、2月8日木曜日の授業から、レッスン1から2月8日もういつでもこうしっかり見れますのでね、のビデオですとか、これでぜひ勉強してください。その後レッスン2月15日、はい、こういうことでいいですか。特にフィリピンの人、フィリピンね、フィリピン EPA ね、合格率がどうしてもね難しい、半ギリギリ半分いったとこもあるけども、だんだん難しくなってきてる。とにかくあの皆さんの場合は5年とかね、4年とか5年で合格しなきゃいけないんで、ぜひ頑張ってください。ですか。で、何が問題かというと、とにかく試験は 60% 以上を取ればいいんです。 100% 必要ないですね。だから勉強するのも試験にこう 60% 以上ね、全部で125問あれば、まあ、この間こう77点でしたけど、だいたいこう80点ぐらい確実に取れるように、そういう勉強してくださいね。後がないですからね。じゃあどういう勉強すればいいかと、まずタガログ語、忘れてください。どうしてこれ問題かというと、フィリピンの方仲間が非常に多いんです、日本で。で、Facebook も使ってる方多いでしょ。だからすぐにこうタガログ語を使っちゃう。で、日本語がこうなかなか頭に入らないんですよ。それとタガログが通じない人は英語を使っちゃうじゃないですか。フィリピンの人は英語うまいから。でもこれも忘れてください。いいですか。日本語で勉強しないと日本語の試験にも受からない。なかなか頭に入らない。いいですか。だからタガログ語、英語できるだけ使わない。インドネシアの方がなぜフィリピンの方よりも合格してるか、それは英語はないからですね。彼らインドネシア語あります。でも英語を使う人はほとんどいないじゃないですか。だからあと日本語を使ってる。ベトナムの人もそうです。ベトナムの人、ほとんどの人が合格してた。なぜかベトナムの人も英語はないんですよ。で、仲間もそんなにいないから、一生懸命真面目に日本語で勉強してます。
だから受かるんです。ポイントは日本語、あと漢字、ね、ひらがなを振ってますけども、ひらがなをこう読んでるとなかなか意味わからない。なので、漢字を見たら、ピーンとこうイメージできるように、そういう勉強の仕方をしなきゃいけない。あと、難しいのはですね、医学と法律ですね。医学、メディカル、ね、医学はナースの方、看護師の方は簡単ですけど、普通の人はなかなかこう病気とかね、体の仕組みとか、医学は難しい。これしっかり勉強しなきゃいけない。あともう一つ難しいのが、法律とか制度ですね、制度、システム、ガバメントシステムね。これもう日本特別のものだから覚えるの難しいです。でもやっぱりこう試験に出る大事なポイントだけはしっかり勉強しなきゃいけない。この辺をぜひ一緒に勉強しましょう。いいですか？はい、ということで、ファンの方、絶対合格しましょうね。応援します。ぜひ、来てください。頑張りましょう。